北京三環路、北京三環路は北京市中心部を周回する 48km の都市環状道路である。北京が中華人民共和国の首都となった時、北京三環路は市の北部、東部、南部のみであった。その時、北玉木、東玉木、南玉木と呼ばれていた。北京三環路は1994年の西部の完成により全線開通した。 52個の立体交差があり、その一つの三原橋は、北京空港高速道路とつながる。制限速度は、前線時速80キロメートルである。北京三間路は、東部にて混雑する、北京商務中心区を、そして、半野縁や文章寺を通り、京神堤高速道路と接続する。さらに、紀園や玉泉へ方面に向かって南へと続き、 京海高速道路と接続するその後西へ向かい渓谷高速道路と接続後後松の住宅地 tb 局区域と接続する西部を抜け北西部にて中間村 it パークに至る北部は同様に混雑していて北太平層を通過し発達0高速道路や軽小高速道路と接続する北京地下鉄10号線は 北京三環路の東部と北部の地下に建設が進められ、2008年に完成した。北京三環路は交通渋滞で評判が悪い。北京商務中心区を通り抜ける東部は、ラッシュアワーには慢性的にひどい渋滞となる。この区域のインターチェンジはダイヤモンド型に変更されており、本線と交差道路への接続車線の分離帯が右側に設置されている。 これらのインターチェンジは、北京の膨大な交通量を容易に裁くことは、できないので、しばしば渋滞を引き起こす。インターチェンジのすぐ隣にあるバス停によって、しばしば状況が悪化させられる。北京3管路は、北京二管路から 2.5km、市中心部から 5km 外周を通る。大部分は、住宅地や北京の最初の通勤圏拡大期に、新しく作られた。 いくつかの商業地を通る。2003年以前は北京三管路全体が凸凹していて、運転中はかなり不快だった。2001年の北京二管路の改良工事に続いて、北京三管路の同様の改良工事が2003年に実施され、その後放送はずっと滑らかになった。ありがとうございます。